アシュランドのダウンタウンはアシュランドはアメリカが州国ケンタッキー州北東部ボイド郡に位置する都市。市街地はオハイオ川南西岸に北西南東に細長く広がっている。人口は2万1684人。アシュランドはウェストバージニア州ハンティントンと共にケンタッキーウェストバージニアオハイオの3州にまたがる都市圏を形成している。同都市圏はオハイオ沿いに細長く、 約4 0トルにわたって発展している。都市圏の人口は288,649人に及ぶ。1786年、オハイオ川のほとりにポージズランディングという入植地が設けられた。スコットランド人、アイルランド人が入植したこの地こそ、後にアシュランドとなるこの都市の始まりであった。1854年、 州の有力人物であるヘンリー・クレイの屋敷の名を取って同市はアシュランドに改名された。市名の由来となったこの屋敷は同州歴ントンに位置していた。オハイオ川を利用した水上交通の便やアパラーチア山脈の鉄鉱石や石炭といった鉱物資源に恵まれたアシュランドは製鉄をはじめとする工業都市として発展した。近郊のキャットレッツバーグ市にある マラソンオイル社の製油所や、AK スチール社などの重工業は今日においても、アシュランドの経済を支えている。しかし、現在、アシュランドで最大の雇用主は、こういった重工業ではなく、キングス・ドーターズ医療センターである。アシュランドは、北緯38度27分50秒、整形82度38分30秒。 北緯38.46389度整形、82.64167度、38.46389マイナス82.64167に位置している。アメリカが州国統計局によると、アシュランド市は総面積31.6キロ平方メートルである。そのうち28.7キロメートルが陸地で2.9キロ平方メートルが水域である。 総面積の9.18%が水域となっている。アシュランドの玄関口となる空港はハンティントンのトライステート空港である。同空港はアシュランドの南東約1 6トルに位置している。アシュランドは週間高速道路 I-64 からは1 5トルほど北に離れている。I-64 はケンタッキーウェストバージニア領州を東西に貫く。 高速道路で、西はセントルイス、東はバージニアビーチへと通じている。ダウンタウン、15スストリートのオハイオ川岸には、アムトラックの駅があり、シカゴとワシントン DC を、シンシナディ経由で結ぶ、長距離列車カーディナルゴンが停車する。この駅は、グレーハウンドのバスディープも併設しており、ウェストバージニア州の州都チャールストンとオハイオ州の州都コロンバスを結ぶ路線が停車する。 この路線は1日3便あり、アシュランドからチャールストンまでは約1時間半、コロンバスまでは約3時間である。アシュランド市内の公立学校はすべてアシュランド、独立学区の下で運営されている。同学区には小学校6校、中学校1校、高校1校がある。アシュレージャドはアシュランドでただ1校だけの公立高校である、ポール・ジー・ブレイザー高校の卒業生で、 高校時代はチアリーダーであった。またこれらの公立学校のほかアシュランドには私立学校も2校ある。高等教育機関としてはコミュニティカレッジであるアシュランドコミュニティテクニカルカレッジが市内に数箇所のキャンパスを有している。その他、モアヘッド州立大学もアシュランドに支部キャンパスを構えている。アシュランドの主要な新聞としては日刊誌である デイリー・インディペンデント氏が挙げられる。同新聞社は1896年にキャットレッツバーグで創業し、1900年にアシュランドに移転した。現在、同誌はアシュランド市内のみならず、3州にまたがる都市圏で購読されており、観光部数は2万千部に及ぶ。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人。 種別人高校生年齢別人高校生世帯と家族収入と家計、ありがとうございます。